どうも、キスケです。本日は強大な敵パーティー使っていくんですが、はい、こちらのパーティーご覧ください。まあ下から上に全開アビリティが乗っているっていう形のパーティーなんですけど、やっぱりフリーザ、セル、ブー、この3体をバトルメンバーに選んで PVP 回れるっていうのはだいぶかっこいいし、ドラゴンボール発揮できるし強みだと思ってるんで、ちょっとこいつらにね全開アビリティ全員乗っけて、戦っていこうかなと思います。マジでかっこいいパーティーだと思うんですけどね。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしました。合体戦士パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。よいしょ。まあ上3体で行くことは決まってるんでね、はい、やっていきましょう。で、まあこのパーティーの強みといえば、まあ、環境に多い損とか根血とかその辺に対しても特攻働くっていうのと、まあ、受けキャラはいないんですけど、フルフリで3回、セルで2回で、相手に不死身がいればセルで4個、結構ねドラゴンボール取れて、まあ、遅延ができるんで、そこまで受けキャラがいないことに対して、うん、なんか良くないんじゃないかなっていうのも、あ、やべ、なんかなんかおかしい、しなくていいんじゃないかなとは思うけど、カバチェンはしないのかな。はい、バニシング回復、背骨を折っていく、ユニークゲージ満タンだ。このパーティーマジクソかっけえな。はい、うーん、おいうえはい、目障りなクズめ。つえ、火力高いよなこのパーティー。危な、危な、いや、あ、ラッキーラッキー、ウィー、あ、落ちるんじゃね、砕け散っていく。なんか良くないね。これはライジングラッシュでいいや。はい、打撃圧、選択肢の余地がないのは辛いな。このパーティーマジでおすすめよ。すごいかっこいい。たまにさ、まあ俺だけではないとは思うんやけど、その PVP で当たった相手のパーティーがさ、めちゃくちゃかっこいいとさ、なんかテンション上がらへん。わかる人いる？あ、あざした。このフリーダに勝てるわけがない。さあ、マッチングしました。強大な敵パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。よろしく。まあやっぱり強大な敵パーティーあんまり増えへんね。うん、セルが実装されたからって全然増えないわ。まあ個人的にはまた復活かよって言われるかもしれへんけど、緑に復活キャラクターが来てくれればわりかしイケイケなパーティーになるんじゃないかなと思ってて、ただな、最近の傾向とか見ると、まあ、Z アビリティには強大な敵が含まれてるんやけど、そのがっつり強大な敵パーティーを強化するためのキャラクターっていうのは、まあ、いないよね。わかるかな。はい、なんか若干ラグい気するけど、ああ、結局さ、リミテッドセルもさ、人造人間パーティーを強化するためのラグいなキャラクターでしょ。紫ってことはカマロゼで全然良かったもんね、強大な敵はね。ラグいな。 OK、 やべ危な危ねえ。はい、
俺はバニシング回復する？ライジングでいっか。これで一応ドラゴンボール4個、4個どっかやれるんでね。だから強大な敵パーティーを強化する目的で緑のなんか強いキャラクター、まあ不死身でも全然いいですよね、復活じゃなくても。そういうキャラクターが来てくれればだいぶ戦えるようになるとは思うんやけどな。結構上位とかでもなんか見かけるようなパーティーになるんじゃないかなって、まあいいのか思うんですけどね。危な、入んのか。まあ、ラグくて回避終わりに出てるような気すんねんけどな。溢れ出る力。ラグえ。マジで粛清してくれ、こういうクソみたいなやつを。アホらしくなるよね。おい負けるぞこれ、クソラグのせいで。あぶな、はい、まあ泥速で殴っていこう。まあ、2周目のライジングをちょっと頑張って貯めたいな。これはまあ所持アーツを打ち込んでっていう感じかな。海外勢かこれ、もしかして。海外勢やったらちょっと申し訳ないけど、これバニシング使うために射撃アーツ使ってもいいな。これボールはついてないか。はい、前ダッシュしてくれるとありがたいな。危ねえ。危な、こいつはどうかな、ラグの中のこいつはどうかな。気持ちいいだろう、おつえ。よし、単発射撃多いな、多いな。単発射撃、お、さあこれで2周目のライジングがたまる。はい、ライジング、はい、はい、読まれそうな気するわやっぱり。そんな予感いらんねんけど俺。あ、単発射撃じゃない、マジかよ。見てくるね。ただドラゴンボール破壊してるよね。はい、さあラスト、オッケー、あらした、苦しい。身の程を知れ、下等生物め。さあマッチングしました、劇場版パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。黄色がいないんでセルがだいぶ活躍するんじゃないかな。紫2枚、魔人ブーの通りがだいぶいいね。シャス。忘れとった、ブロリーやったわ。あ、これは参ったな。こいつは参ったわ、ブロリーでした、はい、ブロリーだっていうことを考えながら戦っていかないとダメですねこれはね。ユニークゲージを回収していこう。はい、バニシングも回復できるなこれ。はい、ちょっとでもユニークゲージを回収しよう。これ満タンになるんじゃね。 OK、 やばくねそれは、つえー、なんか来そう。来こないか。なんか来そうやわ、うん、非常に恐ろしいです。はい、これどうしようこれ。おお、
これは痛いぞ。しっかりと解除してるね、コンボ。めちゃくちゃ入りそうやな、これ。HP1 になんじゃねえか、これ。いや、そんなことはないか。つえー。最速おもんねー。最速。何それ。なんだ、それは。よくわからんな。これ多分気力くるよね。はい。これはバニシング回復できる。まあ、使わなくても回復できたね、これ。中距離はちょっと怖い。やんちゃ坊主やから。ブロリーは。はい、ナイス。落ちんじゃね？さすがに帰る。いや、でも落ちるぞ。なんてこったい。怖えよ。怖えよ。普通に。おっしゃった。タックルやと思え。思わない。あー。はい。これまあ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 いいわ。よくわからんことがすごい起きてるけど大丈夫でしょう。オッケー。またした。あ、違う、ごめん、まだや。まだです。対戦よろしくお願いします。まあでもこれはさすがにいったんじゃないですか。メインも残ってるしね。特殊ブッポはさすがにない。オッケー、勝ち。あ、どうした？貴様ごときがこのフリーダに勝てるわけがない。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は強大な敵パーティー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあかっこいいし強いし、そこそこ硬さありましたよね。でプラスドラゴンボール覇気が、結構ついてるよね。フルフリー3回、パーセル2回で、不死身がいればパーセルの4個、覇気できるんで、わりかし相手のライジングを透かしながら、こっちはライジング打って有利に立ち回っていくっていう動きができるんで、まあ、なかなか楽しいパーティーでしたね。ということで、よければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。